それでは最後に反転の方に戻ります。それではツール選択ボタンをタップしてマジックワンドを選択タップしてツールバー上の右から2番目の反転ボタンをタップするとこのように消えます。消えたらまた イラストに追加したい場合はツール選択ボタンをタップして次に消しゴムをタップして縞模様、胴体に縞模様をつけたい場合は右から2番目のレイヤーボタンをタップして6のレイヤーをタップしてこのように胴体他の部分が塗ってありますのでタップして加工したい部分のレイヤーをタップして閉じます。それではこのようにして再度塗ったり消したりすることもできます。このようにして消すこともできます。さらに追加してツール選択ボタンをタップして塗りつぶしをボタンをタップして色を選択して顔の部分にタップします。そして消したい場合はツール選択ボタンをタップして消しゴムを選択して続いてここも塗りつぶしにしたい場合はこのように消していただいて選択ボタンをタップして塗るつぶしバケツボタンをタップしてさらに このようにすることもできます。このようにしてマジックワンドを活用していただくといいと思います。